どうもお疲れ様です。FX にお取り組み中の皆様、今日も力のつく講義をお届けしますので、最後までしっかりと聞いてくださいね。4月14日朝6時半の相場解説です。まず現状認識なんですけども、大体いい朝の6時台には現状認識をしてください。その際は、毎日日足から見て、4時間を見て、1時間を見て、という形で見ていきます。で、週に1回月曜日は、 週足を見て、日足を見て、4時間を見て、1時間を見てってことになりますよね。そうなると、月の変わり目ってのは、今度は月足を必ず見ることになります。つまり、週足ってのは1週間に1回見るし、月足ってのは1ヶ月に1回見るし、日足ってのは毎日1回見るし、4時間軸ってのは4時間に1回見るし、1時間軸は1時間に1回見ることになります。ただ、1時間軸に関しましては、1時間ごとに見に来ても、はっきり言ってしょうがないんでね。ここまで細かく見ると。 4時間に1回ぐらい、もしくは3時間に1回ぐらいがちょうどいいと思います。あんまり細かく見すぎると目先の動きに翻弄されて対局を見れなくなるんですよ。ですので1時間でトレードをする際っていうのは、大体ね、3時間軸ってのはないんですけども、3時間3本ぐらいまとめてみるぐらい、時には4本まとめてみるぐらいがちょうどいいです。だから1日が、もしね、トレードに当てる時間が12時間あるとしたら、まあ3回か4回見に来れば、 十分だと思いますし、それで正しいトレードができると思いますよ。で、動きの速い時とか、特に利益が取りたい時とか、それから一日トレードにかけるときっていうのは、じっくりと映画でも見ながら張り付いていけばいいんじゃないですか。私の好きなスタイルっていうのは、映画を見ながら、2時間映画を見ながらね。で、一日に3本くらい見るわけですよ。で、そこで横でトレードするっていうスタイルです。まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでね、今、冷やしを見てますけども、冷やしはね、 ダウ理論のこともちょっと絡めてお話しますね今日はいい機会なんでまずは左からこういうふうにチャンネルラインが進んできてここで横ばいが一時的に起きるわけなんですよその時にどんどん安値が切り下がっていくところが分かると思いますけどもここの安値ってのはもう切り下がらなかったんですよねちょっとこう横ばいのような上に行ったわけですよそっからはずっと安値が切り上がったでしょこういうふうにだからこれをダウ転換っていうんですよ ここも同じです右肩上がりの高値が切り上がった時にここはもう切り上がってこなくて切り下がっっちゃったわけですよねだからここもトレンド転換起きたよねダウリオンでの転換起きたよねってことになりますここもそうですよここよりも安値が右側に起きてないでしょだからここでまた切り替わったなと思うんですよつまりこの切り替わった流れの中でここではセルで取る機会が圧倒的に増えます 横ばいの時はレンジなんで上下で取るんですけども、ここでは倍で取る瞬間が多くなるわけですよ。で、ここではセルで取る瞬間が多くなります。まあ、つまり、ここで倍で取るっていうのはかなり難しいです。ここで倍で取るのはかなり難しいです。ね。あ、倍で取るのはここが簡単か。すみません。ここで倍で取るのはかなり難しいです。っていうふうに考えてくださいね。同じように、この流れでセルを取るのも難しいよってことです。ね。逆行してるわけですから。 ここもそうですよね。セルでとんのは難しいです。だから、ダウの転換が起きたなっていう時に、バイの連発からセルに切り替えていくっていうのはいい戦略ですよ。そういうふうに考えていきましょう。今回はダウ転換に関しての、このね、流れに沿ったバイとかセルの,この考え方についてお話し,しました。さあ、そしてギザギザしながら直近はどうなってるかと言いますと、上がったのが今度ね、 反転しして下がり出したっていうのがりたの今週ですよ今週は前半で上がって後半で下がってきたからこういう図になってるわけですよね。あ違いますね。すみません。これ冷やしなんでね。冷やしなんで7、7つで1週間ですからね、はい。こうなってこうなってるわけですよ。で、今日は、陰線から最後、陽線で終わるような気はします。陽線で終わるようなね。なぜかというと、4時間を見ると分かるんですけども、4時間はね、じゃん。ほら、どうですかこういうふうになってるように見えませんか チャンネルラインがね安安安値値値値値値ででしょ高高高でしょょ高高高こういった山の昆布の山頂がどこにできてますか谷底がどこにできますかってことを考えたらねどんどんこっち側が空間ができてるじゃないですかこっちはどっちかというと空間が狭くなってるじゃないですかこっちは空間が広くなってるでしょ右肩上がりなんですよ。 だから特にここから倍で取れるんじゃないかなと思います今見てるのがレンジオプションをちょっと横倒しにしたものだとしたらまさに倍に入るタイミングですよこれじゃあそれを細かく1時間で見ていきますよ現状認識できてますはい1時間で見ていきます昨日までの相場解説でお話ししたようにレンジがここにビューッとできてるじゃないですかそしてヒゲ先を抜けたら 下に向けるブレークっていうことでずっと構えてましたけどもまさにブレークが起きたわけでしょこういう風にね下の方にブレークしたわけだでヒゲ先で戻ってきて今ここに至るわけなんですけどもあのオリガる日の放送をご覧の方は前回の動画でお話ししましたけどもここにもう一個レンジができるわけですよで今後ですね寝動きがもしね上の方に行って ここに入るようでしたらここのレンジオプションでやっていきますでも伸びずに今いるこの辺りの値動きがここで落ち着くようならこっちのレンジオプションでいきます1時間では今日はそれだけのことなんですよでおそらくこのままだと下の方に落ち着きそうなんでこちらの価格帯でレンジオプションですね132円の975と130円の005でレンジオプションを組みます その上下97ピップス前後です、ね。なかなかいいレンジオプションでしょじゃあ今日はこれでいきますよ。あとは特に説明必要ないと思いますけども、もしね、これ上に行くようでしたら、すぐ切り替えてこっちのレンジオプションにしてくださいね。朝これだけ見通しが立ってるんで、追加放送なんてはっきり言っていらないくらいなんですけどもね。ただ、不測の事態がまた起きると思いますし、私もね、ずっとこの1日、2時間か3時間に1回、 チャートを見に行きますんで、どうしてもね、放送したくなっちゃうんですよ。ですんで、放送本数多いと思いますけども、5、6本はいくと思いますけども、まあ、よろしかったらご覧ください。まあ、少なくてもね、少なくても今日の朝の解説だけで、今日の戦略はわかると思いますので、今日一発花咲かしていきましょう。じゃあ、お疲れ様です。